俺今さ、ランクブロンズ4のさ、0ポイントで降格保護ついてるんだけどさ、これ3回俺負けたらさ、ルーキーに落ちるってこと？ ルーキー降格ありえるな、お前それ。マジかよ。聞いたことないぞ、でもルーキー降格するやさすがに、恥ずかしいか、ちょっと。こんなにプレイしててルーキーに落ちるのはな。ロルはアイアンに落ちるんだけどな。なんやねん、これ。やばい、降格保護が。えぐい。何人いんねん、ここ。影薄っ、このライフライン。でも、ボート聞いて。ん？ブロンズ4、あれだわ。マイナスないわ。0ポイントからスタートだ。降格、降格しねえ。下がんねえ、下がんねえよ。なんだよ、ビビらせんなよ。このオクタン欲しいわ。オクタンしたい。くそー。新キャラも解放してない、まだ。何やろっかな。ミラージュじゃね。アサインだな。うわ、パスか。ランダムピックだった。見てなかった、ごめん。めっちゃいい人やん。いいよ、頑張ろう。見てなかった、ごめん。何を？あ、オクタンがやりたいのか。俺がオクタンやりたいって。こいつ配信見てるやん。いや、あれじゃない、俺が多分やりたいってカーソル合わせてたからだと思う。いや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 、絶対配信見てる。やだな、配信者って。そんな、だって聞いたことないもん。カーソル合わせただけで謝るやつ。ここにいる。オッケー。これおもろ。これ、え、このキャラ強くね？割とな。あとは、おほほー。は？いやー、もうさ、無音すぎ。バカやろこれ。あ、それフェッチだ、しかも。やばい、クソゲーが。ジグラップル作ろうとマジ聞こえなかったぞ、ほぼ。まだ無音バグあるんだ。バグじゃない、もうこれ治らない。あ、見て、左がおらんかった。左の岩上、ほら、左の岩上。いいよ、ナイス。あ、うまい。おディーボー、まあ、来た。これマジでありえんぐらい強いから取った方がいい。ダメ、これ使った方がいいぞ。マジこれ使わないやつバカ。ディーボーね、やばい。もう今シーズンの一番ぶっ壊れてる武器やね、それ。そう、うん、やばいよ。あ、しかもディーボー、やり合ってる。やり合ってないわ。え、中距離強いな。シールドリチャージ。ほら、あ、一人ノックダウン。ちわー、大丈夫か。大丈夫だ。
こんにちは。絞られてってんだよあれ。え ?3200 ダメージ?まあスピットファイヤーでね、ちょっと稼がしていただきました。やばすぎ。このレート帯は。わあ、120入ってるレース。うわー、もうナイス。もう一人ラスト、お前頑張れ。いや、蘇生したらあかん。何いいってことや。お前のためさ。もうわあ、ヘッシュ入って死んだ。おい負けよ。あ、リドルマロンって書いてあるぞ。くそ、なんでマロンがいんねん、こんなとこに。あの人は競技勢じゃないの？普通のなんか強い人。競技はしてないんじゃない？うん。アジャコングタイプか。あー、そうやな、アジャやな。バロで言うアジャみたいな感じ。エイペックス版アジャね。そう。アジャも最近さ、何してた？最近何やってんの、アジャ。いや、思った、マジで。あいつ何してねえの？あいつなんか減らってんのかな？多分減らってる、あいつ。あいつ減らってるよな、絶対。絶対減らってる。絶対女関係で減らってる、あいつ。あいつ絶対減らってるわ、俺もなんか分かるもん、あいつがなんか減らってんの、なんとなく。なんかちょっと前まですごいなんか、話せたり、配信来てたり、なんかいろんな、あったのに。そうそうそう。絶対あいつ減らってるわ。減らんのめんどくさいからやめろよ。男のメンヘラ、需要ないぞ、マジで。そうなんだ。ツイッターで謝罪するより前で別件でいろいろあったらしい。なんツイッターで謝罪ってなんなん？あー、あれでしょ？なんか味方に文句言った？いや、バロでノラマッチで、うん、セカンド勝った時に味方のファントムをパクってヘラヘラしてたから叩かれた。どういうこと？味方のオーメンがなんかファントム持ってて、うん、でアジャがシルフしか買ってなくて、おで武器拾いに行こうとしたんだけど時間が間に合わなくて、オーメンがファントム落としてくれたんだよ、自分の方に。でそのオーメンがまた別のスペクターを拾ったの。そのファントムをアジャがヘラヘラしながら自分でファントム使って文句言われてた、うん、オーメンに。オーメンにかな。あ、オーメンが怒り始めたよそれで。そう、オーメンが、ええみたいな、なった。え、これ武器パクられるのマジみたいな感じで、なんか動画を晒してた。よくわかんね。やっぱ、ようわからんやつとゲームするべきじゃないんよ。はたから見てる分には面白かったけどね。アジアが炎上してるってだけでおもろいわ。うん、普通に。オーナーとして鼻が高い。アジアが炎上してるだけや。やっぱね、配信者たるものを炎上しないと。やっぱ炎上しなあかんよ、配信者は。なんでかって、攻めてないから、炎上しないだけで、やっぱどっかで攻めないといけないから、配信者は。成功者は語ります。で、その攻めたことによって、炎上したら、あ、もうここのラインはあかんねんなってのがわかるからな、自分の。あー、ダメなラインね。そうそう。まあなんか、しょうもない炎上とかなんか、まだ許される炎上とかならいいけど、今回みたいな。な、うん、なんかしょうもない炎上とかだったらまあいいけど、まあだから炎上ってほどのことでもないけどな。リオンじゃない？炎上のやっぱやばいラインは。あ、あれは一応やばいラインなんだ。まああの時の認識で、まあ俺はサバアカでゲームやんのあかんって思ってなかったから、あんまり。はいはいはい。だからあの時リオンが炎上してくれてよかったよ。あ、サバアカでやったら、あ、こうなんねんなっていうのを間近で見れたから、逆だったかもしれねえ。バロではないけどさ。なるほどね。エペとかね。もしかしたら自分だったかもしれねえ。最近、炎上誰かしてる？ヒカルって最近炎上した？なんかどう？なんで炎上で？ヒカルって炎上してんの？なんでヒカルさんが出てくるんだよ、炎上で。え、炎上といえばヒカルじゃない？まあ、定期的にしてるイメージはあるけどね、うん、確かに。ジュキア、あー、まあ別にええやろ、あいつは。あいつはええやろ。普通に、小学生とかに、ハメ撮りどうのこうのみたいなインタビューしてる時点でもう万大将やろ、普通に。粛清されて全然オッケーやろ。あれ、ちょっとエグかったよな。
あれ良くないよ、普通に。なんか、フォイも嫌いやしな、ジュキアのこと。だから俺も嫌い。あった、クレーバー。うん、クレーバー取ったよ。クレーバーと、センチネル一緒に撃てば敵一発で死なね。はい、ドーン。後ろから、ドーン。はい。はい、ナイス。はい、ドーン。ドーン。はい、ドーン。あと一部隊やって。奥田のジャンプパッド赤い。どういうこと？何が違うのこれ？音がちっちゃくなってんのか？俺がバレてないから後ろから。そろりそろり。あ、今おらんかった。おほーおほー。ラッキューではなかったか。やった。ラストー。おほー。あはうほう、あはは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 、はい、ありがとう。クラッチさんと喋ってる時にさ、うん、いやー、都市を取れば取るほど忍び屋っていいよなみたいな。いやー、それな、実際問題忍び屋はいいよ。なんだろうね、しのみやね。ちょっとなんか生意気なとこがいいわ、しのみやが。うん、分からせたくなるってこと？いや、そこまで言ってない、そこまで言ってない、そこまで言ってないよ。やばいよ。いやいや、やめて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 、そこまで言ってない。だって要約するとそういうことじゃないの。いや、生意気なところがまたなんか可愛げがあっていいよねっていう話よ。分からせたくなるわけではないよ。分からせたくなるわけではないよ。あいつ多分分からないんじゃない？分からせられないんじゃない？分からせられない。うん、あれは。いや、どうやろ。いや、どうやろ。もうちょっとあれだけど、実際問題どうなるの。唐揚げってうまいよな。引くな引くな、戦え。いいだろ、ドバイだ。これからも末永くよろしく。愛してるよ。